選曲時間がやっぱり足りない。なんでいつもそんなギリギリなの？何やるか特に決めてないので。で、目に留まったこれと。それよりスキル選択が第3次を期待しないでほしいです。刑事じゃなくてよかった。動画的には刑事使って最後の最後で落ちた方が面白かったのでね。つけてたら妙なミス多発して即死すると思います。メンタルが雑魚か。なんと言いますか、選曲めっちゃ早いな。今ちょっとムキになってます。大変そうだね。
come back!AJ すんなりね。オンデスですが、出ません。なんで小粒全部光ってんの？アタック出してたからかと。よくあるね。本当に。なんとなくレベルやります。なんとなく高難易度をやるの。やってて楽しい高難易度はつい。楽しいよね、X のとことか。そこは押してるだけでは。マジか、お前マジか。いえ、よくやりますよね。よくやっちゃいけねんだけどな。いいんですよ、あれ光ってても取り乗らないですし。問題そこじゃねえだろ。では新曲やっていきましょうか。譜面どんな感じ？詐称？とにかく12にしては難しいですね。さすがバラエティ。
君今日エアーに嫌われすぎてね。センサーさんと仲良くなりたい。黒手袋があかんのかね。色って関係あるんですかね。体感の問題だと思うけどね。13以上で来ると思ってたんですけどね。12名、こっちはどうなん。上がつくほどの詐称です。さすがらがすぎる。略し出してる。何もかもが12でやる配置じゃねえだろ。ジェネシス卿が飛んでくる12とは一体。怖いわ、アマゾン怖いわ。ところで思いっきり腕衝突してたよ。見なかったことにしていただけると。では最後に。こいつも詐称なんかい。いえ、定数的には妥当なんですが。あ、そうなの。 13.9 上位クラスのえげつない難易度してるので正直誤差です。つまりはさすばらやんけ。
無理では、人のやる地面じゃねえわこれ。でも階段こするのちょっと楽しい。ちょっとは押してみようと思わんのか。アタック20個出たので遠慮します。胸を張って言うことではない。ということで今回はここまでです。エンドタイム取り粘着するん？しばらく放置していいですか？どうしてそうすぐ諦めるんだ、そうやって。ではまた次回。